今回はサイドがたるみにくいおしゃれポニーテールをご紹介していきます。表参道の夏夜ヘアスタイリストの田野が解説いたします。サイドがたるみやすいいつものポニーテール困っていませんか？今回は崩れやすいサイドを先に合わせて結んでいくポニーテールをご紹介していきます。ポイントとしてはポニーテールのハーフアップ、2つ目のポイントは上を向いて結ぶこと、3つ目のポイントは最後の飾りをつけて完成です。最後までご視聴いただけると嬉しいです。ポニーテールがギリギリできるぐらいの長さの方におすすめのヘアアレンジです。普段のポニーテールだとサイドの髪の毛がゴムから外れたるみやすくないですか？1つ目のポイントの崩れやすいサイドは耳の付け根から分け取っておきましょう。両サイドの髪の毛を合わせて後ろで結んでおきます。この時ゴムで結ばれる距離がハーフアップピンクの部分の方が短くなっていますよね。こうすることでサイドの部分もしっかりゴムで留まり崩れにくくなります。最後にくるりんぱをして毛束を頭皮になじませておきましょう。崩れやすいサイドの部分を先で結んでいくことで長時間きれいに保てます。くるりんぱの毛束を少しずつ引き出すとふんわりとした仕上がりになります。続いて襟足の部分も合わせてポニーテールを作っていきます。この時下を向いてしまうのは NG です。このように上を向くことで襟足がたるみにくく綺麗に仕上がります。この時のゴムは髪の毛の量が多い方は太めのゴムがおすすめです。バランスを見て毛束を引き出し最後に飾りをつけて完成です。これで長時間崩れにくいポニーテールの完成です。崩れやすい短い髪の毛は先にギュッと結んでおくことで崩れにくく仕上がります。短くて崩れやすい方は引き出す毛束を少なめにしておきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になったなと思っていただけましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。